一人旅ってたまにすると楽しいよね。今回の一致は、一人旅で素敵な出来事に遭遇したよ。人と人が出会う確率は本当に奇跡で、ほっこりと和やかに話は進むよ。皆さんは、こんな出来事に出会うとどうするかな？思わず、どこかへ旅行に行きたくなるスレ。去年のゴールデンウィークでの一人旅のお話、前編。とりあえず当時の俺のスペック。富山出身在住、仕事はジムのインストラクター26歳男、176cm65kg。まず俺は一人旅が好きだった。一人旅と言っても、特に明確な目的もなく遊びに行く感じなんだけどね。今までは北海道、東京、石川、京都、大阪、兵庫、三重、和歌山あたりに行ったことがある。交通手段は車が多いけど、バス、電車、新幹線、飛行機、船等なんでも使う。行き当たりばったりで宿泊は車中泊や寝カフェ、カプセルホテルやビジネスホテル、旅館等様々。行ったとこ見てもらってわかる通り、西日本が多いんだ。そこで今回は東北に目を向けた。せっかくだから最北に行きたくて、大間を目的地とした。そう、今回は珍しく予定を立てたんだと言っても、寄るところを目星つけとくだけなんだけどね。とりあえず道中の平泉、恐山は行くことにした。調べていくうちに恐山には宿坊があることを発見したので、そこに泊まることにした。宿坊の予約を取って、5月2日から8日まで連休なのでフル稼働予定で出発。出発は2日の夜7時頃だったかな。車で出発して高速道路をひた走る。高速はゴールデンウィークとは思えないほど快適で、とんでもなく暇だった。外も真っ暗で景色もクソもないが、まだ序盤なので疲れもなく車内カラオケで一人熱唱して満喫してた。新潟を通り、磐越道に入るとさらに高速は加速った。東北道は混むだろうという想定で、渋滞をなるべく避けて朝一に出発するために東北道には入っておきたかった。そこで宿泊地として目的にしたのが東北道に入ってすぐの SA。ここは結構大きい SA で、夜遅くまで店はやってるし、そこそこ明るい。とんでもなく快適な磐越道から東北道に入ると、世界が変わったかのように車の波が押し寄せた。車のライトでめっちゃ明るい。実は入るときちょっと怖かった。コミっぷりを見て SA に入れるか心配だったが、無事到着と思ったが SA 入り口で渋滞。嫌な予感が当たったかと思って諦めかけたけど、もう夜12時を回ろうとしていたところだったので並ぶことにした。1時間以上の渋滞を覚悟したけど、誘導員さんの見事な誘導で20分ほどで止めることができた。無事に宿泊地を確保し、飯でも食いに行くかと車を出る先にトイレに寄ろうとしてトイレを探して歩き回ったんだが、少し裏に入ったところで妙なものを見つける。小学生低学年1、2年年長ぐらいの男の子が座って草むしりをしてる。正直言って声が出そうになった。見事なまでに足がピタッと止まったよね。なんだよこれ、幽霊見ちゃいけなかった感じ。とりあえず周りを見渡し、ちょっと戻ってさらにキョロキョロする。特別変な空気でもない。そこで視線を男の子に戻すと、こっち見てた。どうしたの？お母さんどっか行っちゃった。いつから？さっきだよ。俺し、男の子のそばに座る。そっか、今は何してるの？俺し、足を覚悟して男の子の頭に手を添える。触れた？一緒にお母さん探そっか？ドキドキ。ここにいたらお母さんも見つけられないよ。ドキドキ。うん。どうやら人間のようだ。立ち上がろうとした時、後ろから女性の声が聞こえた。まるまるもうこんなとこ来て。お母さんいなくなるんだもん。トイレ行くから待っててって言ったでしょ。思う。俺と同い年くらいかな？ちょいおえ？てか美人やし。お兄ちゃんとお母さん探しに行こうとしてたんだよ。あ、すいません。ご迷惑かけたみたいで。いえいえ、見つかってよかったです。お母さんはペコッと頭を下げると、男の子を連れて駐車場に戻っていった。不審者にされなくてよかった。割と本気でそう思った。俺もトイレに行き、財布を車に忘れてきたことを思い出して車に戻った。すると隣の車から先ほどの母親が出てきた。あ、先ほどはどうも。隣だったんですね。男の子は車の中に？どこか行かないように夫にお願いしました。夫も子供も寝ましたけどね。これからご飯ですか？そうなんです。そちらも？はい、車に財布忘れて取りに来たんです。富山からですか？え？あ、プレート見たのか。そうなんですよ、今日はここに泊まって、青森の大間まで行こうと思ってて。うわぁ、長旅ですね。先は長いですね。そちらは、プレートちら。宇都宮ですか、どちらまで？仙台に実家があるので、そこまで帰省するんです。なるほど、牛タンうまいですよね。なんていう世間話をしてたんだけど、女性から一つの提案がなされる。これからご飯なら一緒にどうですか？え？あ、別に変な意味はなくて、ここで話すならご飯食べながらでもどうかなーって。確かにちょっと肌寒いし、っていうか大歓迎ですし。ああ、じゃぜひお願いします。それじゃ行きましょう。
夫がそこの車で寝てるのになんて人だと思ったけど嬉しいので何も言わない俺は定食、女性はそばを食べながら世間話の続きをした。夫はどんな人で、いつ結婚してとか子供や夫の愚痴、嫌のロケお互いの仕事のことほとんどが女性のことばかりで自分から話していた。じゃあ行きましょうか。そうですね、俺はここ初めてなので少し見て回ってきます。わかりました、いろいろ話してしまってすいません。いやいや楽しかったですよ、ほんと大丈夫です。ではまた縁があれば気をつけて大間まで行ってくださいね。はい、そちらも気をつけて、ありがとうでした。こちらこそ。そんな感じで別れて俺は外に散歩に行った。本当に広いとこで2階とかあったけど夜だからほとんど店が閉まってた。外をぐるっと回ってトイレに寄って今度は昼に来たいなぁなんて考えながら外に出た。すると自販機のあたりで先ほどの女性とあと2人の女性が話し込んでいた。知り合いもしくは初対面の人と話すの好きなんかなぁと思って自動ドア越しに通り過ぎようとしたけど、あ、お兄さんね、ちょっとお兄さん。は、はい。あのね、この人たち。そこには2人の女性が何かプレートを持って立っていた。もしかしてヒッチハイク？女性2人でチャレンジャーだな。見た目的には年下に見える。片方は女優の小島優まる子に似ているのでルリとする。もう一人は北丸キーに似てるのでキーにしとく。似てると言っても激似ってことじゃなく雰囲気がそんな感じの二人だった。この人たちヒッチハイクで八戸まで行きたいみたいなんだけど、もう夜遅くて人も少なくなってきてるし、家族連れとか団体が多いみたいで人がつらまらないみたいなの。確かにプレートに相まるりみたいなテンションで八戸って書いてある。お兄さん青森まで行くでしょ、よかったら乗せてあげてくれないかなって。お願いします。いや、でも。うちはもう車がいっぱいだし、ここで朝までとか辛いだろうし、ね、お願い。いや、俺はいいんだけど、通り道だし。本当ですか？本当？ありがとうございます。いや、ちょっと待って、ってことは今日は俺の車で寝るってことでしょ？ちょっと狭いよ。俺の車は5人乗りの普通車です。後ろのシートを倒せば少し足を曲げて寝ることはできるけど、でいっぱいいっぱいになりそう。大丈夫です、ここに朝までいるより全然いいんで。でもお兄さんの邪魔になるなら無理にとは言わないですけど。んならいいけど。ありがとうございます。だからちょっと待ってて。確かに大間では行くから八戸も通ることは可能だけど途中で平泉に寄るからね。だから着くのは明後日とかになるよ。しかも俺は男でしょ、そちらは女性、不安じゃない？寄り道大歓迎です。女性さんからいい人って聞いてます。巫女、んじゃいいよ、八戸までね。ありがとうございます。この決断が今回の一人旅の運命を大きく変えるよ。ということで二人同行することになった。4人で車まで行く途中ずっとお礼を言ってきた。よくよく考えればちょっと嬉しかったりする。車に着いたとこで女性と別れる。本当にありがとうございます、よろしくお願いしますね。いえいえ、何か賑やかで楽しそうなんで全然大丈夫ですよ。ルリちゃん、キーちゃん、何かあったら隣にいるから大丈夫だよ。はい。なんだこれ。いや失礼しますね、おやすみなさい。おやすみなさい。よし、じゃちょっと待ってて。寝床を作らねばなる。巻いてシートを倒す。トランクに置いてた毛布数枚を取り出す。俺の荷物と二人の荷物は助手席に詰め込み、寝床完成。非常に簡単。じゃ、二人は後ろでね、俺は運転席で寝るから。でも運転席が横になれないですよね。まあ、そうだけど、慣れてるから大丈夫だよ。さすがに後ろに三人じゃ狭いだろうし、てか何かダメでしょやっぱ。すいません。本当にいいんですか？いいよいいよ、気にしないで寝てくれていいよ、狭いけど。ありがとうございます。毛布を二人に渡し、俺も予備の毛布に包まって就寝。夜中、ふと目が覚める。後ろでボソボソと音がして、少し話し声が聞こえる。ねえほら起きちゃうってひそひそ。だから私は言ってむにゃむにゃ。お願い、やっぱり怖いから行こうよ早く。もうわかったよ。じゃあ起こさないようにね。バタン、出てった。俺はずっと目を閉じて寝たふりしてた。ただ単純に眠かっただけだがなんだやっぱやめるんかい。数分後。ガチャ、バタン。あ、すいません、起こしちゃいましたか？いや、どうしたの？忘れ物？え？あ、ちょっとキーちゃんがトイレ行くの怖いからって。あ、そういうことやめるんじゃないのか。すいません、起こしちゃって。大丈夫、すぐ寝れるから。そう言った直後に寝てたと思う。朝は5時頃目が覚めて、二人はまだ寝ていた。起こさないようにそっと外に出て、コーヒー飲みながら背伸びしたりストレッチしてた。車に戻ると二人はもう起きていて、小さなカバンを持ってトイレに行った。化粧かな？女の子は大変だな。ちなみに話をすると二人は大学2年生だそうだ。何か変わったことがしたくて二人でヒッチハイクに出たらしい。実家が八戸にあり、東京の大学へ進学したようだ。予定ではヒッチハイクで実家に帰り、そこからは電車で帰る予定みたい。本当にちょっとした遊びって感じだね。それにしても若い女性二人でヒッチハイク、しかも男の車で寝るとか度胸が座ってるというか危機感がないというか。とりあえず車のシートを直して出発準備をしてると二人が帰ってきた。もう行きますか？
なんか早い出発ですね。多分だけど、東北道は混むだろうし、ちょっとでも早めに出ようかなと。私たちはいつでも OK です。OK です。じゃあ行きましょうか。隣の車はまだ動いていなかった。挨拶していこうと思ったけど、さすがに家族で寝てる中に向かって声をかけることはできないので自重した。女性さんに書き置きしていきますか？あ、それいい。書き置き？ノートとペンあるんで。昨日はありがとうございました。お先に行きますね、良い旅を。もっと派手に書くと思ったけど意外にシンプルだな。じゃあこれ車の窓に挟んでおきますね。何も言わないよりこっちの方がいいかもね、ありがとう。行きましょう。後ろに二人、助手席に荷物って形で出発した SA を出ると、案の定とんでもない込みっぷりだった。二人も意外だったようで。うわぁ。とか。ええ。とか言ってた。お兄さんの早起き作戦でよかったですね。あ、俺名前って言うんだよね。ごめん遅くなって。私ルリです。キーです。自己紹介遅くなったけど、よろしくね。よろしくお願いします。俺さんはどこから来たんですか？富山だよ。めっちゃ遠くからなんですね。高速だと割とすぐだけどね。てか二人はここまでどうやって来たの？最初は大学の友達に高速の SA まで連れてってもらって、そこからです。ああなるほど。ここまでは2回乗せてもらったんですけど、どっちも女の人だからよかったよね。だねー、楽しかった。今は男だから楽しくないとでも言うのか。そんな会話をしながら宮城に入ったあたりでとんでもなく混み始め、まさに渋滞真っただ中の状態になった。ぐー、あ、すいません、寝てました。疲れてたら寝ちゃっていいよ。どれくらいあの SA いたの？夕方からなんで、6時間くらいかな。そんなに？それまで誰も捕まらなかったの？油断しちゃって、まだ大丈夫って思って看板出さないでたらトラックの人と家族連れだけになったんです。そっか、トラックの運転手って結構乗せてくれるイメージあるけどダメなんかな？なんか、だと乗れないことが多くて。あとは仕事だから余裕がないとか、結構多かったです。なるほどね、でも二人可愛いしすぐ乗せてくれる人結構いそうだけどね。またまた、でもほんとよかったです、俺さんに乗せてもらって。いやいや、何かにぎやかになるし、俺も嬉しいから気にしないで。てかヒッチハイクっていろんな人に乗せてもらいながら行くのが楽しいんじゃないの？俺一気に目的地まで行っちゃうけどよかったの？全然 OK です。てかどこか寄るって言ってましたよね。それ楽しみです。平泉だよ。寺見に行くだけだよ。大丈夫ですよ、私たちだけが多分行かないとこだから楽しみなんです。そっか、それならよかった。ごめん、寝てたむにゃむにゃ。おはよう。何話してたんですか？寄り道どこ行くのかなーって話。あ、そうだ楽しみみたいな感じで話しながら降りる IC に到着。着いた。まだまだ、これから寺行く前にちょっと行きたいとこあるからそこ行くよ。厳美渓ってとこがあるんだ。町の中にある渓谷で、なかなか珍しいみたいなんだよね。せっかく来たから寄ろうと思っていたところの一つ。 IC を降りて割とすぐに厳美渓に到着。駐車場に入る前にフライングでちょっと見えた。うわぁすごい。車から降りて渓谷に向かう。すごいね、綺麗だねー。めっちゃ水綺麗だよ。ほんとだ、緑だ。エメラルドグリーン。ほんとにそんな感じ。側に入浴剤でも入れたのかってくらい綺麗なエメラルドグリーン。少し桜が咲いていたので余計に綺麗に見えた。二人もやたら大興奮で写真を撮りまくってた。駐車場の近くに店がたくさんあって、そこの一つで遅めの朝食を撮ることにした。なんか食べてこう。私あの蕎麦屋さんがいいな。いいね、なんか美味しそうなとこだね。じゃあそこにしよっか。三人で店に入り、蕎麦をむさぼる。普通にうまい、かなり本格的な蕎麦だった。俺が会計を払おうとしたんだけど、さすがに悪いって言って三人別々に出した。正直助かったって思ったのは秘密。厳美渓から出発し、平泉といえばの寺に向かった。平泉には目的が3つあった。まずは中尊寺、そして毛越寺、最後に義経堂だ。ここは確実に行っておきたかった。位置的には毛越寺が一番近いので、そこに向かい、義経堂、中尊寺の順で回ることにする。厳美渓から毛越寺へはほぼ一本道で、苦労することなく目的に近づいてきたが、ここで問題が起きる。どうやらたまたま、本当にたまたまだが祭りをやっていた。しかも源の義経公東下り行列なるものが年に一回行われ、見事そこに遭遇したとてつもない込みっぷり。よりによって行列が行われる時間の1時間前に鉢合わせた。運がいいのか悪いのか、車を止めることができなかったので近くの市役所にある臨時駐車場に車を止めることになった。屋台も多くあり、女性陣二人は大興奮。あれやりたい、これ食べたい、あれ見たい、あそこ行きたい、保護者になった、そんな気分だった。一人旅で寺を巡って悟りを開く予定だったんだけどな、とか思いながらも少し楽しかった。いやかなり。30分ほど祭りの出店を堪能して、毛越寺へ。入り口には警備員が大量配置で、門前の道の両脇には行列を見ようと大勢の人がずらっと列を作って並んでいた。ね、入ってみよう。あ、じゃあ行こうか。お金かかるみたいだよ。参拝料かな？
それは俺が出すよ。俺が行きたいとこだったんだし。また悪いからって言ってきたけど、ここは譲らず俺が出した。中に入ると本堂前にとんでもない人混みが。義経様が儀式的なものを行ってる模様。終わったところにちょうど出くわしたようで、義経が本堂前に出てきた。義経が通る道の両端にはロープが張られ、入れないようになっていたので、思うように動けなかった。義経に続いて、おそらく弁慶、多分静か御前がご登場。弁慶は義経よりちっちゃかったけど怖い顔してた。そのまま三人はすぐ隣の池に向かい、選手が湯になっているボートで池の中心に作られた祭壇のようなところに行っていた。そこでもまた儀式をするようで、人々は池の周りを囲んで見入っていた。ね、もうあんまり見えないから外で行列待ちしよう。そうしよっか、ここにいる人全部出ちゃったら大変だもんね。先に行こっか。もう辻全然見てない。外に出ると、俺たちが寺に入る前よりももっと大勢の人が道の周りに並んでいた。やばい、遅かったかな。ここら辺人少ないからここで待ってようか。どうしよう。10分ほど待つと門が閉まり、20分ほど待つと開門した。あ、義経来るんだと思ったらまさかの馬が出てきた。馬わらわら。え、めっちゃでかいよ。確かに馬ってこんなでかいのかってくらいでかかった。いい位置に陣取っていたので、目の前1メートルちょいくらいを馬が歩いていく。続いて甲冑のようなものを着た人を乗せて馬が続く。どんどん続く。まだ来るのかよってくらいめっちゃ続く。そのまま進んでいってしまい、見えなくなったので次に向かうことにした。車に乗り込み義経堂へ出発すると、どうやらそこあたりにも義経一行は来るようで、入れないように道路を規制されていた。諦めて先に中尊寺へ向かうことにする。中尊寺へ到着すると、ここもやはり混んでいた。第三駐車場までたらい回しにされ、やっと止めたところは中尊寺からは結構離れていた。少し歩くことになるが、車に乗りっぱなしで体が固まっていた俺たちにはちょうどいい運動になった。中尊寺はしっかりと見ることができて、本堂にお参り、金色堂を見学、松尾芭蕉の石像の頭を撫でて、奥のレストランに向かった。森の中にあるレストランで雰囲気は結構良かった。ここでは季節限定で葉わさびの蕎麦があったが、先ほども蕎麦を食べた俺たちはちょっと躊躇した。しかし季節限定という言葉に弱い我々は、愚かにも2食連続で蕎麦を食べることにした。やっぱり蕎麦はとっても美味しかった。レストランから出ると、先ほどとは打って変わってすんごい人混み。なんだなんだと思っていると、馬に乗った義経様が降臨なされた。どうやら一行のルートはもう辻、義経堂、中尊寺になっていた模様。ここにも来るんだ。ねえ、追っかけみたい。義経公と一致の顔を見比べて、唐突にユリがこう言ったよ。俺さんモテますよね。は？え？いや全然、どうまるです。嘘だよ、絶対モテる。そんな話をしてややパニックになっているところで、義経様は馬から降りて祭壇のようなところへ向かい、儀式を始めた。そこで俺たちは引き返し、中尊寺を後にした。さっきは行けなかった義経堂へ向かい、階段を登った先では平野が広がっていた。そこから向かって右側に石碑があり、夏草や強者どもが夢の跡、という有名な句が彫ってあった。勝手な解釈だけど、この眼前に広がる青葉で茂った平野を見て、芭蕉はこの句を読んだのではないかと考えにふけっていた。女性陣二人は全く興味がないようで、学校の話をしていた俺は資料館を見て、二人は景色を見ながら話し込んでいた。桜も咲いていたので、なんか雰囲気は良かったな。もう辻と中尊寺は騒がしかったから、それもあってここはすごくいい雰囲気だった。義経堂を出ると、もう夕方になっていた。ここで風呂に入るため、公衆浴場というかスパというか温泉施設を探していた。近くに平泉温泉なるものがあり、〇〇の湯名称はすっかり忘れたという公衆浴場を見つけたので、そこに向かう。温泉は時間制で、3時間いくら、6時間いくら、という感じだった。値段は100円ほどしか変わらなかったので、6時間にして、ゆっくりと過ごすことにした。俺は男湯で久しぶりの一人の時間を堪能し、ゆっくり温泉に入った。超気持ちいい。一人旅に来たのに全然一人じゃないな、とか思ったけど、なんだかんだ楽しいのでちょっとにやけた。俺が出ると二人はまだのようで、座敷のくつろぎスペースみたいなとこで二人を待つことにした。そこで横になると、なんか久しぶりに横になった気がして少し眠ってしまった。目を覚ますと二人はもう風呂から上がっていて、俺の横にいた。あ、ごめん、寝ちゃってた。あ、いいですよ、ゆっくりしてください。そうですよ、ずっと運転してもらってるんですから。じゃあお言葉に甘えて横になっとくよ。俺は仰向けに寝て、その横に二人が座っている。なんだろう、なんか知らんけどちょっと幸せな気分になった。どうやら俺は30分ほど寝てしまっていたらしく、温泉を出る頃には2時間が経過してすっかり夜になっていた。3時間コースでよかったじゃないかと思ったけど、時間に追われたくなかったのでこれでいいのだ。車に乗り、とりあえず高速に乗りたかったのでさっさと近くの IC から高速に突入する岩手をある程度進み、9時頃になったところで SA に停車する。そこにもレストランがあったので、夕食を済ませて土産コーナーを3人で回っていた。二人はキーホルダーみたいのを買っていたみたいだけど、俺は旅のお供でもあるブラックを購入した。
車をトイレの近くに移動して、前日のように寝る準備をしてからトイレに向かった俺がトイレから帰ると二人は外に出て何か話して。寝ないの？あ、今日も運転席で寝るんですか？だねー、でも昨日よりちょっとだけ席倒させて。ひそひそ。何？やっぱり座ったまま寝るのって疲れますよね。ずっと運転してるのに寝る時の横になれないってやっぱり辛いと思います。温泉でも寝ちゃってたし。まあ、でもそこで横になったし、ある程度寝たから大丈夫だよ。ひそひそ。何よ。後ろで3人で寝ません。この発言に一致は動揺を隠せなかったよ。いや、それはちょっとまずいんじゃない？だってさすがに、2日連続は悪いですし。2人でも余裕あったから大丈夫ですよ。いやいや、結構狭いしさ、多分グーグーならない。大丈夫、1人分くらい余裕ありました。ね、だから今日は普通に寝ましょう。いや、2人がいいなら助かるけどさ。よし、決定。そう言うとユリは先に乗り込んだ。じゃ、どうぞ。俺が真ん中？いやいや、お先にどうぞ。いいから、早く。そう言いながら押し込まれた。お邪魔します。なんだこれ。ルリ、俺キーの順で文字通り川の字になった。俺は仰向けに寝てる。というか横向けないし、どっち向けばいいのよこれ状態。しかも狭いし、言ってることちゃうし、めっちゃくっつくし。やっぱりちょっと狭いかな？大丈夫、結構あったかいし。いい匂いする。二人は仰向けだと肩が車の外側に当たって気になるらしく、さらに二人で会話することもあってそれぞれ内側を向いていた。二人は俺越しに会話を続け、ごそごそ動くたびに俺に体が当たってくる大変刺激的な状況にどうまるの私はなすすべがない。相変わらず二人の会話は止まることを知らず、たまにお互いに手を伸ばしてツッコミのようなことをする。一方、俺は丸人のように両手を組んで腹の上を置き、くくりとも動けずにえも言われぬ恐怖に似た何かに包まれていたくくりと動くのは俺の俺だけだった。場所、変わろっか？あ、すいません、うるさいですよね。いや、っていうか二人隣同士の方がいいんじゃないかなって。疲れてるのにすいません。あ、そういうことじゃなく。よし、寝ましょ。明日で着いちゃうんだね。だねー、おやすみ。おやすみなさい。聞いちゃいない。先ほどから両手を組んで腹の上に乗せて全く動けない俺は、とりあえず目をつむることにした。いつか寝れるだろうと思っていた俺にさらなる恐怖が押し寄せる。二人は車の外壁にぶつかるのが嫌なのか、それともそちら側が寒いのかわからないが、中心に体を寄せてくる。俺の頭の少し下、肩のあたりに二人の頭が来るので、さっき入った温泉でのシャンプーの香りが俺の眠りを妨げる。ほぼ完全に二人とも横向きに俺に身を寄せる形となって落ち着いた。おそらくすでに寝ていて、寝相でそのような状態になったと思われるが、こちらとしては大変困った状態。ひたすら目をつむって寝れるのを待っていると、どうやら俺も眠りにつけた模様。ふと目が覚めると、外は少し明るくなっていた俺の体勢は全く変わっていない。二人もほぼ変わらず、変わっているとすれば二人して俺の二の腕を掴んでいたことだけ。どうも俺は誰かと寝たり、近くに誰かが寝ている状態、修学旅行や合宿等の状態になるとよく眠れないらしい。寝ていた体勢のまま、スーッと目が覚めた。そのおかげで二人を起こすことはなかったが、この状態は俺も起きれないスマホは助手席にあるので時間を確認することもできず、とりあえず二人を起こしてしまうのを覚悟で体を起こす。うまいこと起こさずにスマホゲットで時間を確認すると、朝の5時半なかなかいい時間に起きることができてちょっとだけ嬉しい。外に出て体を伸ばしたかったので、新たなミッションに挑戦することになる。二人を起こさずに外に出る。起こしてしまっても問題なさそうだけど、なんとなく気持ち良さそうに寝てるのを起こすのは忍びない。俺はキーをまたいで外に出ようとするのだが、狭いので立つことができない。そこで両手両足をついた状態、つまり四つん丸いでまたいで行こうとするするとどうでしょう。俺が四つん丸いになっている下にすやすや寝ている女子大生。第三者が見たら完全に女の子を襲おうとしているおっさんの図だがしかしこの状況に俺の体が少し硬直してしまった。なぜならちょっとドキドキしたから。当然のことながらこのまま動かないわけにはいかないので、触れないようにそっと外に出る。車のドアを閉めた後、カーテンの隙間から中を見ると、どうやら起こさずに脱出することに成功したらしい。一晩ぶりに解放されて、背伸びをすると朝の冷え込んだ空気と相まってとってもすがすがしい。そのままトイレからのコーヒータイムといういつものパターンで15分ほど過ごし、車に戻る。さすがにあの中に戻るのは辛いものがあるので、運転席で時間を潰すことにするこっちで寝た方がすっきり寝れたかもしれないな、なんてことを思っていると、ルリが起きた。あれ？あ、おはようございます。おはよう。もしかしてそっちで寝ました？いや、さっき起きて外に出てたんだよね、起こすと悪いからこっちに戻っただけだよ。そうですか、ならよかった、ちゃんと寝れましたか？ああ、おかげさまでぐっすりです、嘘。よかった、ちょっとトイレ行ってきます。なんて話してる時も起きて、一緒に外に出て行ったまだ車の中は片付けず、そのままにしてちょっとゆっくりすることにした。今日で着いちゃいますねー。ねえ、すごい楽しかった。
ほんとね、お祭りもあったし、川も綺麗だったし、温泉入れたし。それ温泉入れるとかすごい嬉しかった。寄り道はしたけど楽しんでくれたんならよかったよ。楽しかったですよ。俺さんもすごいいい人だったんで、めっちゃ楽しかったです。いやいや、乗せただけだからね。だけじゃないですよ、ほんと。ほんとそれ。お礼とよいしょタイムに俺してれっぱなし。準備して6時半頃に出発。車の中では相変わらず賑やかに話が盛り上がっていた。俺の仕事のこととか、これから行くところ二人の過去の話や、今回の思い出話いろいろ話してるうちに八戸到着。実家の近くだというコンビニで二人を降ろし、外でまた話をするが、話すのはやはりお礼のことばかり、ひたすらお礼を言われてよいしょされ、俺は車に乗り込む。手を振りまくる二人をミラー越しに眺め、車を出すコンビニから出ても二人はずっとこっちに手を振ってる。俺も走りながら窓から手を出し、パタパタと手を振る。少なくとも二人は見えなくなるまで手を振っていたと思う。一期一会を噛み締め、一期は車を走らせるよ。ここから俺の旅はまた一人旅に戻ることになる。一人旅が好きなはずだった俺だけど、しばらくあの賑やかな中で過ごしたらさすがに少し寂しくなった。もうこのまま帰ろうかとさえ思うほどだった。なんだかんだでやっぱり楽しかったなぁと思いながら大前向かう。道中、コンビニによって、助手席に置いてあった荷物を後部座席で移動させようとしたら何かを発見した。書き置きだった、二人が一枚の紙にお礼の言葉を書いていた。ありがとう、本当に楽しかった。東京に遊びに来ることがあったら連絡ください。みたいな内容だった、下の方に二人の LINE ID とメールアドレス。もう会えないと思っていたのでちょっと嬉しかったけど、俺は当時 LINE を登録してなかったのでとりあえず置いておいた。どの道多分会うことはないだろう。家に帰ったら連絡だけはしようと思って財布の中に畳んでしまっておいた。なんか寂しい気分で大間に向かっていたけど、これがまた遠い青森に入ってしまえばすぐだろうと思っていたけどとんでもなかった。いや、遠いと感じただけかもしれない。一人でずっと運転していると長く感じるのかもしれないね。これまではそれが普通で当たり前だったけど、今回の出来事でやっぱり数人で旅行するのもいいのかななんて思ったりした。ひょんなことからたくさんの縁に恵まれた一致。愛縁起縁とは、よく言ったものです。また、新たな出会いがこれから先の恐山にもあるのかな？気になる、後編もぜひ楽しんでください。このチャンネルでは毎日面白ネタ、感動ネタの動画を配信しているよ。少しでもいいなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録してね。